森林科学科の今年の学科主任の宮藤です。それでは森林科学科の学科の紹介をしたいと思います。森林科学科って聞いて皆さんどのようなことを思い浮かべるでしょうか。ここにはたくさんの森林科学にまつわる言葉が書いてあります。で、ここに書いてある言葉だけじゃなくて、皆さんがもし大学に入ってきていただければ、もっともっとたくさんのことを学ぶことができます。森林はですね、単に緑があるとか、それから木材があるとか、そういったようなことだけではなくって、すごくさまざまな機能を持っています。で、ここに書いてありますように、森林の持つ機能としてはですね、生物が、いると、生物の多様性がある、それから木資源を生産する、それから水資源の関与、それから災害防止、環境保全、そういったような、多面的な機能がありますので、それを皆さんは、4年かけて理解していただくということになります。で、それをですね、単に講義だけではなくて、実習とか実験とか、そういったものを身につけていただいて、森林のプロフェッショナルになっていただくというのがカリキュラムになります。で、ここに書いてございますように、森林学から林産学までをカバーした広範なカリキュラムを揃えております。それから、1学年の入学人数定員は36人ですが、現在教員は16人おりまして、ほとんどマンツーマン教育に近いというようなきめ細やかな教育ができます。それから、実験実習を重視しておりまして、実際の森林で体験を重視する、木資源を利用するような関連する実験を行う、そういったことを重視しております。で、最後はですね、4年生になりますと卒業論文を1年かけてやっていただきます。それはそれぞれ専門の分野の先生が教育に当たっていただきますので、卒論を行って自ら考え、工夫し、創造する力を育むというカリキュラムになっています。で、ここに書いてある、例えば森林生態学、森林生理生態学と書いてありますが、これがですね、研究室の名前になりまして、それぞれ、ここに書いてある学問の専門知識を有する先生方が我々はおります。で、左の上の方に森林樹木を知るということが書いてありますが、こういった学問があります。それから左の下、樹木を使う、生物材料物性学とか書いてございますが、木を使うというところの専門を持った先生方がおります。それから右の上、森林山を守る、これ防災ということになりますが、産地防災学とか、そういったことを学ぶ。それから森林を育てるというところで、森林計画学、それから資源循環学といった学問がありまして、これら全部いろいろ学んでいただいて、最後は森林のプロフェッショナルになっていただくということです。具体的なカリキュラムとしては、1回生、2回生、3回生、4回生にそれぞれですね、ここに書いてあるような学問を学んでいただくと。で、大まかに言いまして、1、2回生は基礎的な科目を履修します。化学、物理、生物、そういったものについて学んでいただいて、3、4回生からはかなり森林の専門に近いような講義、実習、実験を行っていただくということになります。で、これらのですね、教育を支える施設としまして、京都府立大学は6つの演習林を抱えています。演習林というのは、こういった教育、それから研究を行うための専門の森林です。で、府立大学では6つありまして、で、その6つの演習林をですね、それぞれここに書いてございますように、特徴がございます。新興根高林ですとかですね、それから落葉紅葉樹林だとか、それぞれ、特徴を持っておりまして、それぞれの場所に行って皆さん実習を行っていただくということになります。で、これは、それぞれのですね、6箇所の演習林の場所を示している地図になります。右の下の方に京都府立大学とピンクで書いてありますけれども、京都府内にですね、ここに書いてございますように6箇所ございます。で、
演習林の中でですね、あの施設がもともと整っておりますのが大野演習林というのがありまして、大野演習林にはこういう学者がございます。で、寝泊まりする施設もありますし、それから食堂なんかも備えまして、皆さん入っていただければ1週間とか泊まり込みでこの演習林で、実習を行うというようなことになります。で、これは1回生の合宿研修の様子ですが、大野演習林の先ほどの学者のそばにある川でですね、研修を行っている様子です。で、これは森林植物学実習といいまして、実際にですね、森林に入ってもらって、先生方がですね、それぞれの樹木の特徴、幹ですとか、葉っぱですとか、そういったものを実際のサンプルを見てもらいながら説明するというような実習になります。で、これは九体演習林という演習林があるんですが、それの様子になります。落葉広葉樹林、それから杉の天然林がある演習林になります。それから、森林のですね、実習の中ではこういう土壌調査もあります。土と森林、樹木のですね、成長の関係っていうのはとても深い関係がありますので、土壌調査なんかも行います。それからこれは枝打ち実習になります。樹木をですね、育てるためには手入れが必要で、そういった実習も行います。で、これは間伐実習といいまして、間伐っていうのは森林を育てていくためには間引きをしないといけないんですが、そのための間引き、そのことを間伐と言いますが、それを実際にやっていただくということです。それから、そういう手入れ、それから切るということだけではなくて、植林ですね、実際に植えて、育てる最初の一歩になりますけれども、その植林の実習もございます。それから、最近はですね、鹿の食害というのがとても問題になってまして、植えた後にですね、すくすくと育てばいいんですが、鹿がですね、葉っぱを全部食べて、葉っぱを食べられますと、植物は光合成ができなくなりますので死ぬと、枯死するということになりますので、それを防ぐような、鹿ネットを張ったり、そういうような防除のことも行います。で、これは日吉演習林という、また演習林、別の演習林なんですが、そこでの広葉樹林の調査の様子です。それから、これはですね、林産物の利用ということで、山から切ってきた木をですね、有効に利用する一つの方法として、炭を作ると、木炭を作るというのがあります。で、それを作るための炭窯になります。これも炭焼きも実習で行っていただきます。で、これが出来上がった炭になりますが、この炭は燃料として使うということになります。それから、木材に関わる実験で、木材の強度を測ったりとかですね、電子顕微鏡で、細胞の様子を見たり、それから科学的な実験も行っている研究室もあります。こういったことを行います。それから、防災、産地防災に関わるようなことを実習を行う、それから実験を行うというようなことも行っております。で、最終的にはですね、卒業論文を各自テーマを持って1年間取り組み、で、2月になりますけれども発表会を行って、全てのカリキュラムを終了するということになります。で、近年のですね、森林科学科の進路の状況ですけれども、ここ円グラフで書いてございますが、大学院に進学するという方がおよそですけれども、40% ぐらい、それから民間企業に就職するというのが 33%、それから観光庁というのは、近場で行きますと、京都府とかですね、京都市とか、そういった府とか市とか、それから国家公務員というのもありますが、そういった公務員になられる方が 24% で、その他が 4% というふうになっております。で、主な就職先ですけれども、民間でいきますと住宅建材関係の企業、それから林業造園関係の企業、
それからコンサルタント会社、その他というふうにございまして、このような就職先がございます。それから、公務員ですけれども、公務員の方は国家公務員で林野庁、国土交通省、環境省など、それから、地方公務員でいきますと、各都道府県、それから市町村などに、主にですけれども林業職、それから土木造園系などで就職するというのが公務員の就職先になります。それからその他といたしましては、中高の教員になったり、それから研究所の国の研究所の研究員になったりということもございます。取得可能な資格ですけれども、一定のですね、単位を取得することによりまして、教員免許を取得することができます。中学校の一種理科、それから高等学校の一種理科農業の免許の取得ができます。それから学芸員というのの資格を取ることもできます。それから、樹木医保、それから森林情報士2級というのの、これもですね、一定の単位を取れば資格を取得することができるということでございます。学科のホームページがございます。ここにございまして、この URL なんですけれども、検索としては京府大森林というふうに検索していただければ、森林科学科のホームページがありまして、詳しい内容がございますので、ぜひご覧ください。以上です。